まあ、日本の文化にすごく馴染もうとするような、そういう印象を受けたので、すごく好感が持てる選手だなと思います。筋トレとかをめちゃくちゃするのかって言ったらそうではなくて、まあ、ストレッチとかをすごくたくさんする選手で、投手と野手が噛み合う試合を増やしていくことが大事だと思います。まあ、ヤクルトここまでちょっと、まあ、なかなか低迷しているかなというところですけど、ここまでの戦い振り返っていかがでしょうか。チーム打率とかは一番いいと思うんですね。得点とかも取ってるんですけど、やっぱり、まあ、防御率の方があんまり良くないってことで、まあ、なかなかうまく噛み合ってないのかなっていう感じは受けます。しっかり当たりが出た時には投手を抑えたりとか、逆にこう競った時になかなか当たりが出なかったりとかっていうところ。そうですね、まあ多分どこのチームにもでもそれは多分言えることだと思うんですけど、まあそれがやっぱシーズンで多く噛み合ったチームっていうのは上位に行くのかなっていうふうに思ってます。まあ一昨年まではまあこう非常に、まあヤクルトすごいこう、まあセリーグでいうと一強のようなところもありましたけど、まあ去年からちょっとまあ B クラスに転じるようなところもあって、まあこう変わってしまった部分とかっていうと、どういうところが一番大きな差分としてはあると思いますか。やはり主力の選手が、まあ、故障だったりとかでなかなか年間通して試合に出ることができないっていうことがちょっと多くなってきたのかなっていうのを感じるんで、そこで多少戦力っていうのが削られてしまうのかなって感じてます。塩見選手もなんか怪我なのかなみたいなところで離脱しちゃったりとかっていうところもあったり。そうですね、まあ、塩見選手がやっぱり一番打たないとやっぱり得点っていうのは上がってこないかなと思いますし、やっぱり相手のチームに与えるプレッシャーっていうのも変わってくるのかなって感じてます。まあ、一方でこう、まあ、その中で怪我の外野で起用されている丸山選手だったりとかっていうところにも当たりが出たりとか、まあ、こうあり話題もあったりするかなとは思うんですけど、昨年までは、守備固めとかっていうのが多かったんですけど、今年はすごく、バッティングの方も、力をつけてきて、もともと守備力がある選手ですし、走力もある選手なので、今のまま打撃でも結果を出し続けていけば、やっぱりレギュラーっていうのは取れるだけの実力はある選手だと思ってます。あとはなんといっても外国人選手がすごいこう当たり出てるなっていうところもあったり。そうですね、まあ、オスナ選手もサンタン選手も真面目といいますか、非常に毎試合毎試合全力プレーでやってくれる選手ですので、すごくチームにいい影響を与える選手たちだと思います。その外国人選手お二人となんか現役時代こうエピソードというか、なんか思い出に残っていることとかってあったりしますか。そうですね、結構、まあ、2人とも喋ってはいたんですけど、なんていうんですかね、日本語も使ってコミュニケーションを取ってくれようとする、まあ、日本の文化にすごく、馴染もうとするような、そういう印象を受けたので、すごく好感が持てる選手だなと思います。まあ、そういったところがさっき言ってたようなその真面目さみたいなところが出て、そうですね、まあ、あとはまあ村上選手もまあ昨年はなかなかちょっと状態上がらずっていうところですけど、はい、私はまあちょっとずつ当たり出てきてるのかなというところも見て取れるんですが、その後に、はい、三冠を取って、それからもちろん自分が求めるものも高くなっていきますし、周りの方が求めるものもやっぱ高くなってくるんで、そこら辺がこう本人の中でプレッシャーになってなかったらいいんじゃないかなっていうふうには思うんですけど、昨年はやはりそこが自分の中でも大きなプレッシャーになったんじゃないかなっていうふうに思ってますけど、ルーキーの時から、まあ、すごいご活躍されてっていうところはあったかなとは思うんですけど、そうですね、こうなんていうんですかね、村上選手のさっきとちょっと被る部分もあるんですけど、はい、印象に残ったとかって何かあったりしますか。いや、もうバッティング練習の時からすごく飛ばすんですけど、僕が思ったのがすごく飛ばすんですけど、それをじゃあ筋トレとかをめちゃくちゃするのかって言ったらそうではなくて、すごく柔軟性っていうんですかね、まあ、ストレッチとかをすごく、たくさんする選手で、まあ、そういう体の使い方がやっぱり上手なので、あれだけの成績が残せるのかなっていうふうに感じてます。だからすごくまあ、試合前だったり試合後のそのなんていうんですか、体のコンディションの整え方っていうか、そういう体にすごく気使ってるなっていうのは感じてました。素人からするとこう柔軟性となんかその飛距離みたいなところってこう直感的につながりにくいなみたいなところはあったりするんですけど、うんうん、この柔軟性がもたらしてくれるこう飛距離に寄与する部分とかっていうのはどういったところがあったりしますか。まあ、体の可動域がやっぱり広くなればなるほど大きな力が出せるので、まあ、そういったところでの効果があるのかなって思ってます。まあ、可動域が大きくなって体を大きく使えるというか、そうですね、大きなスイングができるよみたいなところですね。そうですね、はい、なんかこうスイングスピードみたいなところもそういうところって影響してきたりはするんですか、その柔軟性と相関というか。
まあ、そこに直結してくるかっていうのはちょっと僕はあまりわからないですけど、まあ、もちろんもともとスイングスピードっていうのも速いですし、そこはまあある程度持って生まれたものっていうのもあるかもしれないですけど、そこにやっぱり彼自身のそういう体に気を使った体のケアっていうのをしっかりしていることによって、まあ、もちろんその1年間しっかりと戦い抜く、まあ、体の強さだったりそういうケアっていう部分がしっかりできているから、まあ、あれだけの成績が出せるんじゃないかなと思ってます。まあ、最初にもあった通り、まあ、チームの打撃みたいなところでいうとすごく調子も良いかなというところなんですが、まあ、翻って、まあ、投手陣みたいなところがなかなかしんどいかなというところで、ここまでのまあ投手陣の印象みたいなところでいうといかがでしょうか。そうですね、やはり小川投手が、開幕式で出遅れたっていうのも多少あるのかなと思いますし、そうですね、でもここまで外国人選手が頑張ってくれてるんで、もう少しやっぱり日本人選手頑張ってもらいたいなっていうのがありますね。まあ、あとはやはり中継ぎの投手っていうのは何ていうんですかね、長年投げてきてる投手がちょっと増えてきましたんで、もう少し先発投手がある程度イニングを投げて、もう少し中継ぎ投手をこう負担がならないようなになってくるといいんじゃないかなと思います。まあ、田口選手が離脱してしまったりとか、はい、あと清水選手もまあここまでの安定感っていうところを考えると、なかなか今年はちょっと想像できないような成績になって、そうですね、はい、やっぱりそのあたりはここまでのまあ疲労みたいなところ、まあ、本当に連覇してきたところも含めてのずっとのまあ金属疲労みたいなところが影響してそうっていうところですかね。そうですね、やっぱりもう何年も、まあ、何十試合も投げ続けてる投手ではあるので、もちろんその金属疲労っていうのもありますし、その毎試合毎試合、競った試合厳しい場面でいくので、まあ、僕が思うのはこうなんていうんですかね、精神的な消耗もあるんじゃないかなっていうふうに感じてます。抑えていい経験もしてますし、その逆でやっぱり打たれて、まあ、なんていうんですかね、悔しい経験といいますか、失敗した時のことっていうのも多分こう何年も投げ続けてると増えてくると思うの で、そういったことがちょっと積み重なってくると、まあ、不安に感じてしまう部分っていうのも多少あると思うんで、まあ、そういった面でもちょっと精神的にも疲弊する部分があるんじゃないかなっていうふうには僕は感じてます。逆にこうナーバスになってしまうようなところがあるんじゃないか。そうですね、はい、まあ、いろんなことを多分考えてしまうと思うので、いろいろ経験がある分、なんかこう荒木さんもご自身もこう一軍で結果を出していく中で、逆にこう結果を出した次のシーズンとかの方がなんか難しく感じるなみたいな部分とかっていうのはあったりされましたか。プロ野球選手なのでもちろん結果を求められますし、そういう風にしなきゃいけないんですけど、結果を出せば出すほど多分それが当たり前っていう風に思われてしまうので、まあ、逆にこう自分にプレッシャーになってしまう部分っていうのもあるかなとは思ってます。まあ、ここから、まあ、A クラス、まあ、引いては優勝というところを目指して、まあ、浮上していくためには、なんかヤクルトにとって、まあ、どういうポイントが必要というか、どういうところが改善してくると A クラス入りみたいなところが見えてきそうだみたいなところっていうのはあったりしますかね。そうですね、やっぱり、まあ、一番最初にも言ったように、こう投手と野手が噛み合う試合を増やしていくことが大事だと思いますけど、まあ、こればっかりはなかなか、まあ、思うようには絶対いかないと思うので、まあ、本当にみんなでやっていくしかないんじゃないかなっていうふうには思ってますけど、はい、まあ、何がとかっていうのはないかなとは思ってます。うまく投手ラッシュをまとめていくことが大事じゃないかなと思ってます。まあ、チーム一丸となってというか、まあ、いやもうそれしかないですね、はい、成績は維持しつつ、まあ、投手陣みたいなところが成績が上がってくるのをしっかり待つっていうところですね。そうですね、あとは体が、まあ、故障してる選手とかであってっていうのは早くこう万全な体制にして、っていうのが大事かなと思ってます。